ヤホスクリスです。はい、今回はね、西アフリカトカゲモドキのね、冬くんの動画なんですけど、まあ今回はね、アダルトになった西アフのね、自分家の飼育環境をちょっとね、話していこうと思います。はい、っていうのもね、今ね、この子のケージはね、まあこの子はね、特別体がね、大きいんでちょっとケージは大きめなんですけど、他の子はね、だいたいシューズケース、ダイソーで売ってるね、今150円に値上げされちゃったね、シューズケースにね、飼育環境を整えてるんですけど、まあだいたいね、アダルト、今いる子だと大人になった一番最初にお迎えした西アフのマロンとか、その次の次にお迎えしたサクちゃんとかはね、今シェルターなしの環境なんでね、ちょっとそれをね、見ていきましょう。はい、まあこんな感じでね、この子はまあ特別体が大きいんでね、大きめのケージにしてるんですけど、もう本当に飼育環境はシンプルで、はい、ソイルをね敷いて水色を入れてるって感じですね。真ん中にある橋はね、この子だけ、まあケージがね広いんでね、とりあえず入れてみてるんですけど、ダイソーで買った置物ですね。はい、てな感じでね、我が家でね、アダルトになった子たち、まあ、特に慣れてる子たちはシェルター今ね入れてないんですけど、まあ、シェルターを入れない、入れる入れない、まあ、メリットデメリットがねやっぱりあるんでね、それをちょっと話していこうと思います。まあ、そんなにね変わることないんですけど、まあ、シェルターがないとどうなっちゃうかっていうのは、まあ、一番わかりやすいのは脱皮不全になっちゃうかもって感じですね。まあ、っていうのもね、まあ、基本的にね、やっぱりレオパとか西アフとかそうだと思うんですけど、自分がね隠れる場所って意味でシェルターを入れるのもあるし、まあね、体をこすって脱皮をねすることかもやっぱりいるんですよね。ちょっと下手な子だと自分でね食べ、なんかパクってやりながらできないから、体をこすってね脱皮するっていう子もいるんですけど、まあ、そういう子はちょっと脱皮が下手になっちゃうっていうのと、あとね、まあシェルターがね、ウェットシェルターを使ってるんでね、おお、めっちゃ発情してるね。はい、ウェットシェルターを使ってたんで、まあ湿度がね、ちょっとだけ保ちにくくなりますね。まあなんでね、自分はこんな感じで基本的に霧吹きを1日1回はねしてるような感じですね。1日1回、2日に1回、1日1回ぐらいかな。そうなんですよ。それがね、まあデメリットかなって感じですね。ですね、シェルターがないの。まああとはシェルターがねないとおとなしくしてくれない子とか、結構人にビビっちゃう子とかはシェルターは取らない方がいいと思いますね。今いるね、うちにいる子たちの大人の子は全員ね人に相当慣れてるんで、シェルター取ってもこんな感じでのびのびと結構生活してます。はい、でシェルターがないことでまあどうなるか、まあ、メリットっていうほどではないと思うんですよね。あった方がまあいいとは思うんでね、自分的にも。まあメリットとしては多分ね、人に慣れてる子だったら昼にもね慣れてくれるって感じですね。レオパとかはね、レオパは結構昼にもね活発な子なんですけど、西アフはやっぱりねシェルターに隠れちゃう子なんでね、それがねこんな感じで結構全然動いてくれるようになるよって感じですね。はい、これがね多分シェルターありなしのメリットデメリットだと思うんで、そこからはねご飯をあげていきます。久々にねこの子はご飯を食べますね。さあ、おお、しっかり食いついてくれる。まあ、この子はねもうアダルトの中でも相当でかいんで、もうね太らないように太らないようにって感じのね飼育を今心がけてます。まあなんでね、ご飯もね、他の子はねまあ長くても4日に1回はあげてるんですけど、この子はもう週に1回しかご飯あげてないんで、今回ね久々に冷凍コオロギ、冷凍クロコをあげました。まあね、見ての通り食いつきはとてつもなくいいですね。この子はね本当に人工飼料とか何でも食べてくれるんですけど、まあソイルをね床材にするとね、人工飼料とかあげてこぼした時がねやっぱり回収しにくかったりするんで、ソイルの子たちには自分的には冷凍コオロギがいいかなと思います。はい、めっちゃ食べてますね。
この子もね、やっぱね、2番目にね、お迎えした西アフなんで、まあなかなかね、あの時から比べるとサイズも相当ね、大きくなってるんですけど、お迎えした時は12センチぐらいで、体重は10何グラム ?13 とか、そんぐらいだったと思うんですけど、まあそうやって考えると7倍ぐらいにはなってますね、体重は。まあ体もね、2倍ぐらい大きくはなってます。そうなんですよね、この子がやっぱね、今一番ね、家にいる子でも大きい子なんでねめっちゃ黒子に目を輝かせてるな。いや、こうやってね、しっかりご飯も食べてくれてますね、大人になっても。もうね、このサイズになるとね、ちょっとさすがにね、レプタイルボックス、普通のレプタイルボックスでもちょっとね、狭いなって自分的には思ってたんで、なんでね、レプタイルボックスのワイドにするかちょっと迷ってたんですけど、ワイドとかレプタイルボックスはね、メタルラックに入れようとするとちょっと合わないんで、まあ、棚板とか使わないんでね、自分が。まあ、なんでね、シューズケースとかに変えて、この子はね、また別の、なんか、どんぐらいだろうな、サイズ。40×25 とかかな。なんで、まあ、レプタイルボックスよりはちょっと大きめみたいな、一回り大きいかなってぐらいのね、今、ケージに入ってます。一応ね、で、他の子もね、その、今ね、3匹かな。シェルターなしで、ソイルで生活をしてるんですけど、もうね、脱皮の、殻みたいな、まあ脱皮した跡とかもね、あったりして、まあ脱皮不全も今んとこないんでね、大丈夫かなと思います。まあやっぱり脱皮が下手な子とかがいるんだったら、その子たちにはね、ちゃんとシェルターとか入れてあげたり、まあ、あとはね、もしね、シェルターなくてうんちしなくなったらとかだと、それじゃあね、もう元も子もないんでね、健康が一番なんでね。まあなんでシェルターは取る予定はないんですけど、この子とかマロンとかサクとかは結構ね、まあ、ずぶとい西アフなんで、もうねシェルター取ってね、全然ご飯あげたりもして、今んとこね全然大丈夫ですね。もうねシェルターなしで1ヶ月ぐらいは経つかな。まあなんでこれからもね、しっかり健康でいてくれるとは思います。まあ、あとはやっぱね、シェルターなくなるとこんな感じでね、すごい見やすくなりますね、生き物自体が。この子もね、これまではね、なんだっけ、ウェットシェルターの L サイズ入れてたんで、ね、めちゃくちゃ余裕でね、シェルターの中にも入れたんですけど、まあ、この子も結構ヒーターの上にね、いてね、いることが多かったんで、もういいかなと思ってシェルターなくても。いい感じにでもね、結構生活してくれてるんで、まあ成功かなと思いますね、自分的には。はい、こんな感じでね、もちもちの体をねしてる西アフの冬くんですね。手足ももう本当に赤ちゃんみたいにちょっともちもちですね。はい、まあ今回はこんな感じでね、シェルターをねなしで飼育している冬くんの動画でした。もしね、他にもね西アフいっぱいいるんで、気になる子いたらぜひね他の動画も見てみてください。よかったらね、チャンネル登録、高評価もお願いします。それじゃ、バイバーイ。